ということで皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、エラライモンで37です。今回は、ね、こちら、こちらまた声優スイッチのちょっと自転車で撮影していきたいと思います。こっちは谷中湖という湖です。非常に広大な湖でございこのようにですね、釣りを楽しんでいる人もいます。じゃあこちら左側行ってみましょう。このようにですね、渡良瀬遊水地は非常に広大な湖でございます。ただいま冬の季節ということもありまして、木々が茶色ですが、こちら夏になると非常に綺麗な緑色ということで、私と同様サイクリングを楽しんでいるということいらっしゃいますね。こちらの方は多分、釣り禁止エリアとなっているはずです。ですので釣りをしている方いらっしゃいません。また私息切れしておりますが、ここに来るまでですね、非常に長い道のりを経て自転車で来たので息切れしております。撮影している日にちはですね、1月9日3連休最終日、成人の日ということもありまして、多くの親子連れがいらっしゃいます。今から橋を越えますね。目の前にある橋を越えていきます。いや、いいですね、気分がすがすがします。このようにね、受験勉強でちょっと溜まったストレスを、ね、発散するためにもサイクリングがいいですね。建物渡ってる橋、こちら北橋という橋でございます。眺めが非常にいいですと言ってもあまり何もありませんが、
あ、北京ですね、すみません、北橋じゃありません、北京です。こちらでもね、釣りを楽しんでいただきます。いや、いいですね。白鷺も飛んでおります。まあ、ここはある程度自然豊かな、湖ということで、はあ、こちら側の湖が多くなっております。まだ半分にも行けませんね。疲れてきましたね。やはり日頃運動していないせいか。ここで分かれますが、どちらへ行きましょうかね。左に行きましょう。あちらはですね、楽しんでる親子連れがいらっしゃいます。あっちの対岸まで行ければいいんですけど。このとこ何でしょうかね。ちょっと始めてみますか。あとで調べる機会があって調べてみます。このように途中にはベンチ等もありますね。お、ツーリングの方が来ましたね。ここで一日過ごすというのもかなりいいものかと思います。こちらはトイレですね。この辺からバードウォッチングを楽しんでいる方も出てきましたね。ここは直進します。これはですね、多分水門かと思います。よし、水門を越えればあと半分というと上がってます。お、たくさん鳥がいます。ちょっと名前は分かりませんが、たくさん鳥いますね。何でしょうかね、ここら辺ススキ畑と言いますか、何もないですね。多分ススキだと思います。はい、ということでやっと、半分までやってまいりました。あとはこのままずーっとまっすぐ行って、最初の地点に戻ってくるということで、
こバーベキュー禁止となっております、はい、ただいま群馬県板倉町に入りました。この渡良瀬遊水地はですね、茨城県、埼玉県、栃木県、群馬県の4県をまたぐ湖となっております。後で、動画の説明文に書いておきます。ここら辺遊具がありますね。何でしょうか、遊具というよりは展望台ですかね。あ、栃木県の藤岡町に入りました。ワンちゃんがいて可愛いという声が聞こえてきました。巡回車ですね、赤い巡回車です。ここ直進します。途中にはですね、自販機もありますね。こちらです。そして自販機ですね。ちょっと錆びれてますね。今群馬県板倉町に入りました。こちらが対岸ですね、はい、そしてこちらが水門です。白い建物の水門ですね。早いですね、釣りのこと早いです。でこのままですね、あちらの前にいるこの巡回車についていきたいと思います。こちら直進いたします。このようにですね、遊水地や散歩、サイクリング、釣り、バードウォッチングと、非常にたくさんのことをすることができます。一日中いても飽きないというのがいいですね。栃木県藤岡町に入りました。いや疲れてきましたね。やっと4分の1ですかね、4分の3は、走ったということで、また変わりましたね。群馬県板倉町です。このようにですね、県がたくさんあることとしても有名な湖でございます。いやいいですね。ランニングしてる方もいらっしゃいます。
ぱ巡回車スピード上げましたね。そういえば釣り人の方に水を譲るということで、ね、私はあくまでもサイクリングですから、スポーツサイクリングですかね、ちょっとやってみたいですね、体力がなきゃ無理だと思います。実際ですね、ここ走ってるのは半周ですね。まだもっとあっちに行きますともう半分がありまして、そちらも走れば全周ということになりますが、ちょっと体力があったら行ってみたいと思います。ちょっとかなり疲れてきましたいや厳しいっすね。結構日頃からの運動が大事になっていきますね。あっちゃん、いい感じ。息切れがすごいです。ちょっとサドル。お尻痛いです。あちらの建物、あちらですね、道の駅北川辺という、道の駅でございます。先ほど、バイオのトイレという、カセットトイレがございました。バイオのトイレというのはですね、いわゆる、あれを肥料に変えてしまうという、ね、微生物の働きによって、肥料に変えてしまうという画期的な状況ですね。またそれを応用することによってエネルギーを作ることもできるという非常に素晴らしいものです。はい、もうすぐで半周終わりますね。ゴールが見えてきました。はい、いやいいですね、やっぱりサイクリング気持ちいいです。こういうね、風の音も感じながらという、ね、非常に最高なサイクリングです。では疲れますね、やっぱり。はい、ということで、群馬県栃木県側の渡瀬遊水地半周走ってまいりました。このまますぐ行くと茨城県側のもう半周に行くわけですが、何しろね , 笑っちゃいましたね、本当疲れます。では一旦ここで、
長らくのご視聴ありがとうございました。以上、渡良瀬遊水地群馬県栃木県側からお伝えいたしました。